相談等付け翼安定鉄鋼弾。RPG-7 追戦車敵弾発射機、カールグスタフ、無反動砲等対戦車ミサイル対戦車兵器とは、競技に戦車に対して攻撃する下記そのもの、抗議には、対戦車システム全般を指す。本項目では、前者、特に他の兵器運用体系に組み込まれずに、単体で用いられる兵器について取り上げる。 戦車自身が対戦車用に搭載している火砲については戦車砲を参照。第一次世界大戦で登場した戦車は装甲車両に有効な対抗手段を持たない敵軍を強行に陥らせた。史上初めて戦車に対抗することを強いられたドイツ軍はヤホ砲を前線に配置したり、不評に小獣用鉄鋼弾を配給したりする傍ら専用兵器として 対戦車銃を投入した。当時の戦車は走行が薄く、速度も遅かったため、このような手段であっても十分に対抗できた。また、火炎瓶をエンジンの開口部に投げつけて火災を発生させ、戦闘能力を奪う方法もこの頃からあった。各国軍に対戦車砲が配備されるようになる。当初は、 手押しで運べる程度の小型火砲、後傾にして 25mm から 45mm 程度、が主流であったが、戦車の走行の強化に対抗して大型化していった。その結果対戦後半には、野砲や、後射砲と同じような、大きさになり、牽引車両を必要とするようになる。対戦車砲の中には、実際に高所速の野砲や、後射砲から発展したものもある。 一方で、対戦車ライフルは、威力向上の限界から陳腐化した。成形作薬弾の実用化は低所速の下記にも、対戦車用途への扉を開いた。特に不評は、対戦車ロケット弾無反動砲などの対戦車敵弾発射機によって、対戦車能力を大きく向上させた。対戦車ロケットに誘導機能を付加した。 対戦車ミサイルが登場し、第四次中東戦争で威力を証明した。一時は、成形作薬団に耐えるほど、戦車の装甲を増すことは、不可能であり、対戦車火器の前に無力だと言われるまでになった。しかし、爆発反応装甲や、複合装甲の登場など、戦車の装甲が質的に向上を遂げて、再び対戦車火器と装甲のシーソーゲームが、再開された。 今日においても、より強力な対戦車火器の登場が要望されて続けている。近年では、成型作薬団だけでなく運動エネルギーによっても、戦車を撃破できる対戦車ミサイルが登場している。一方で、従来の対戦車砲は、大型化の果てに運用性を損ないチンプ化した。また、火炎瓶は、戦車が NBC 兵器汚染艦強化において、乗員を保護するために、 外部から密閉された構造となり、また引火しやすい、ガソリンエンジンを使わなくなったため、あまり有効でなくなった。現代の戦車は機械化された、随伴不評を伴っているため戦不分離が難しく、戦車自身も高度な探査センサーを装備しているため、肉薄攻撃自体が困難なものになっている。また、イラク戦争以後は、アイドや地雷による攻撃が、深刻化している。 人知転換が困難になったため、反撃を受けたならば反抗できず、偽装を施して、待ち伏せの初段に期待するしかない状態になった。戦車は密閉された金属容器であり、エンジン熱がこもりやすい。ラジエーターなどの排熱部を炎上させれば、オーバーヒートで格差する可能性があり、一定の効果が望める。ありがとうございます。